釣りするんか、今回はちゃんと釣りするんか。川に行って釣りを構えて投げたー、投げたー。さあ釣れるのか、釣れるのか、釣れるのか、釣れる。もうちょい近くに魚をおるところに投げろよ。シーズエー、皆さんこんにちは。ただいまのバックステップの神島の時刻は5月1日。そう、皆さんお待ちかね、メーデーのなんかイベントがあるらしいですね。俺はあんまよく知らないのな。うん、更新したんですよね、さっき。本体をね。本体の更新があったんですよ。メーデー、これですよ。今日はメーデーです。日頃の感謝を込めて、案内所にて、メーデー旅行店をお配りしてます。特別な離島でのひとときをお楽しみいただけますので、この機会にリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。興味のある方は案内所のたらきちさんにお声掛けくださいね。では本日の相談お知らせです。なんかまだあるん。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られても、あいつも器用やつやな。よっしゃ、わかった。メーデーってさ、なんなんところで。メーデーって聞いたらさ、俺なんか世界滅亡の日みたいなイメージがあるんやけどさ、世界滅亡の日、メーデーみたいな。あ？あ、たぬき商店改装工事やんの。明日1日、明日か。わかったわかった。オッケーオッケー、今日のうちに済ませとくわ。か、改装するんじゃ。儲かってまんな。それは結構儲かってまんな。あ、なんか手紙来てるわ。たぬきショッピング。はあ、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 おやー。なこれ。新緑の匂いに誘われ飛び出して、目的もなく歩く喜び。なんかさ、いつもお母さんさ、精神病んでんのかなっていうような文章送ってくるんやけど、大丈夫なんかな。今日は何くれたんだろう。このご時世やけ、ティッシュか？ナップサック！かわいい！よっしゃ、早速行くか。そのメーデーとやらの、人類滅亡の日、メーデーとやらに。さすが圭介さん。アースデーのキャンペーン、早速やってくれたんだなもんね。アースデーやったっけ。何のことかいまいち覚えてないやけど。数日前の俺何かやったかな。アースデーって、アースデーって何やったっけな。ごめん、何のことか覚え、鏡言われてるわ。鏡見てもさ、自分の姿見ても何やったか覚えてないんだけど、たぬきち。早速島の環境に優しい行動してくれたってことで、ガーディニングに持ってこいの生き垣のレシピを特別でプレゼントさせてもらうだな。もうありがとう。よくわからんけどありがとう。なんなん生き垣のレシピって。生き垣って、火曜サスペース、火曜サスペース劇場で犯人を追い詰めるところか。あ、そうじゃなくてさ、俺はメーデーの話をしに行きたいんよ。そう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 、そのメーデー、メーデー、メーデー、メーな、え、メーデーって何の日か知ってるだな。もうまあ知ってるよ。知ってるよ俺。メーデーってあれだろ、人類滅亡の日のことを指す言葉やろ。メーデー知ってるよ。都市伝説でよく言うよな。あの、やりすぎ工事とかの都市伝説でよく聞くよな。うん、知ってるよ。おお、さすがは設計さんだなものに。ご存知の通り、メーデーは働く日のこと。まあ知っとったよ。働く日のこと。まあ働くことってさ、どんどん自分は滅亡に追い込んでいくっていうことやけんさ、過労で、過労で滅亡に追い込んでいくことやけんさ、ある意味人類滅亡みたいなもんあるよな。うん、うん、ニアピンやわ、ニアピン。まあ働く日のこと、働く人の日のこと。じゃあ、社畜の俺ぴったしの日やな。
ーデーのイベントはそのこととは関係ないんだけどね。で関係ないんかい。ようそんな笑顔で関係ないことベラベラ喋るなお前。たぬき開発の移住パッケージプランは様々な無人島生活を楽しんでもらうために始めたプロジェクトなんだもん。ただ鈴田金介さんにはなんだかんだであれこれお手伝いをねお願いしちゃったりもしてて、とにかくいろいろとご協力いただいて本当に感謝してるんだもん。本当にしてんかお前。その割にはなんか報酬口座に振り込まれてないんですけどね。そんな鈴田金介さんや島民の皆さんのために特別な離島でのツアーを企画したんだもん。なんだなんだ。そう、離島でのツアーを企画したってか、離島に連れて行ってその先で何かやらす気かお前。なんか 体験ツアーとか言いながらさ、自分のやりたい方にこき使おうという話かお前。名付けてメーデーツアー。そのままだなお前。そんなドヤ顔でムッキムキみたいな体の体勢するってまで言うことじゃないぞお前。この離島でのレクリエーションはきっと楽しんでもらえると思うだなも。ぜひこの機会に離島へ飛び立って思う存分リフレッシュしてきてね。鈴田圭介さんのために用意したメーデー旅行券はすでに飛行場のカウンターに預けてあるだなも。有効期限の5月7日までの間に好きなタイミングで行ってちょうだいね。僕からの説明は以上だけど、何か気に残したことはあるだなも。大丈夫大丈夫。感想、いちいち感想文出さなあかんの。学校の先生かお前。今日の課外授業の感想文を明日まで提出してくださいねみたいな感じ。めんどくさいなお前。感想文か。楽しかったです。いいか、小学生低学年でも書かんわそんな。楽しかったです。そんなんでいいかお前。早速行くか。どこだったっけ飛行場って。どうも呼び止めて。すごい勢いでロボットが走ってくる。すごい勢いでロボットが走ってくるよ。たた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 。どうした。どうだ鈴田圭介、トタケキライブの手伝いと筋トレは順調にいってるか。ごめん、両方とも何もやってないわ。おお、そうだ、今ちょうどいいものがあるからこれもお前にやるよ。なんだお前、いつもめでるな。お、レシピ飾れば島おこしになるし、持ち運べば筋トレになる最強の貝殻のベッドだ。ベッドのレシピだ。ぜひ作って役立ててくれだろうも。貝殻のレシピ、貝殻のベッド、もう知ってるやないか。来たでー、めーでーめーでーめーでー。おっと、ちょうどいいところへ。どうした。あ、そうそうそう、そうなんよな。お出かけしたいという一言で落ち着ますんじゃお前。行くぜー。お出かけしたい。これフレンドしたいじゃんお前。学校暮らしじゃんお前。ね、これ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 、メーデー旅行券をつけて旅行を抑えるのですね。ラジオです。うん、そう言おったな。離島で何が待ち受けているかはついてみてのお楽しみ。いきなりそういうさ、ちょっとなんか不穏な前触れを出すのやめてもらえませんか。雷に打たれて飛行機墜落とかならんすかね。大丈夫っすかね。手ぶらの状態、ちょっと一番危ないやないかお前。それ一番危ないやつやないか。雷落ちて墜落したら何もないってことないかお前。安心してください。持ち物はちゃんとお帰りの際にお返しいたしますので、そのお帰りがもしかしたら何年後とかになるかもしれんのぞ。墜落したらお前、不時着したらお前。せめてスマホだけは、おい、持って行かせてくれよ、お前。スマホだけは、お前。俺、ネットしなかったらさ、ネットの禁断症状出るんよ。お前、頭から Wi-Fi 出ておったな、今。お前、頭から Wi-Fi 出ておったな、今。今、ちょっと見たぞ、お前。おでこのあたりから Wi-Fi がピンピンって飛んびよったな、お前、今。来たー。到着したったわ、お前。メーデーツアーの島。
今回のツアーは一味違いますよ。島全体が一つの迷路のようになっている謎解きを楽しむためのツアーなんです。え、マジか。頭働かせてるやん。なんで働く人のさ日なのにさ、なんでさらに迷路で頭働かせなあかんの。瀬沢圭介さんの持ち物は飛行場のカウンターにお預かりしましたので、手ぶらの状態でスタートとなります。手ぶらの状態で、え、なんで俺胸に手当ててさ、いやんいやんみたいな感じで走り回らなあかんの。手ぶらの状態でって。謎解きに必要なものはあらかじめ全て迷路の途中に置いてありますので、それらを使ってゴールを目指しましょう。なるほどな。あ、DIY しながらさ謎を解いて進んでいく感じ、あ、どうもいいらしい感じの迷路なんやな。ちょっと面白そうで、リアル脱出ゲームみたいな感じじゃ。もし途中で行き詰まり出られなくなったら、迷わず お手持ちのスマホの緊急脱出サービスをご利用ください。あ、スマホは預かってないやな。さすがにスマホは預かってないやな。おいお前よかった、スマホまで取り上げられたらさ、俺ツイッター見えんのよな。いて、俺1時間ツイッター見てなかったら禁断症状出るからな。お前、あの人がもしかしたらツイートしてるかもしれない、早く反応したいみたいな感じでさ思っとるタイプやけどな。1時間に1回はツイートしながらツイッター見なっちゃった、いても立ってもおられんタイプやけどな、これ、うん、いきなりなんかあるよ、これ。これ何、これスコップじゃ。どうすればいい、この花って。あ、スコップじゃあかんもんなんやな。取れたわ、あ、取れたわ。でもここは埋められん感じの穴で、まあ いや、ここ開拓しとこう。とりあえずここ開拓しとこう。とりあえずこれはキワの木の実食べなあかんけん、あ、木の実あるで。じゃあここはこの木の実を取って、この木の実食べて、ちゃ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 うって何っぽいしようよ。食うんだよ、食うんだよ。食うときぐらいおめえ外せばいいのにって思うやけどな。で食って、これ木をゴボーンってね。はい、これとりあえずこれしかできない。この先進んで、あ、この十字路の真ん中にこの穴があったときはまっすぐしか進めませんよみたいな感じになるわけで、ここの木をどけるときもまた木の実がいるけん、ちょっと木の実を探しとけってことやな。うん、木の枝もちょっと後々なんかに使いそうやし、こう回ってきてこっちに行って木の枝回収、石回収ってとこかな。あ、なんかある、これは何、これは壊れかけの斧、壊れかけの斧。壊れかけのレディオみたいで言うなお前。壊れこえへんってことはさ、一回使っただけで壊れそうな感じがするな、なんかそんな気がするわ。こう飛んで、岩を壊すにもこれもちょっと木の実いるんよな。覚えとこう。ここ壊して向こうの鉄が必要になってくる時が来るんだろうな。とりあえず、現時点で生きるところ全部見ておこうか。木の実をどのタイミングで取って、どのタイミングで使ってっていうのが肝なんだろうな。ああ、木材来た。木材来た。木材をなんかに使うんだろうな。使うんだろうけど何に使えばいいかっていうのはいまいちわからん。あのさ、この右下の DIY のさ、すごい気になるんよな。レシピ。これは絶対どのタイミングかでは取らなあかんけんさ。レシピとさっきの鉄のところだけは優先的に取らなあかんと考えて、じゃあどうするかってことになるよな。木の実どこで回収するかやな。まずここ行こうか。まずこの木落として、はい、1回しか使えんのじゃ。もうギリギリの耐久度のやつ用意されとったやなお前。これこう向こう側行って、めんどくさいけん。スコップでほっとくかこれ。
いしょよいしょよいしょ。で、木の実が2個ストックできるようになったんで、この木の実で石壊すか、木掘るかに使うわけなんやけど、DIY レシピは絶対確保しとかなあかんと見とるけん、ここはなしで食べてよ。何の DIY レシピかわからんけどね。これで、ドスコーンってできるでしょ。で、木の実取って、レシピ取って、なんかもう一個あったよ。何今、あ、木の実もう一個あったんこれ。あ、ちゃうな。木の実じゃなくて、木の枝か。あ、レシピ二つあったんこれ。斧と勝負、なんで勝負や斧と。正確だったら両方とも普通の斧にしてほしかったんやけどな。ケッチ。台座がここにあるってことはさ、ここもちょっと木のなし食べて、ここ解放しておく必要があるんじゃないかな。待て、レシピだって俺、レシピはあるだろ。レシピは持っとんちゃう、さすがに。これ、レシピ使わんでもあるわ。あったわ、俺。そっか、石がここで、活躍するわけじゃ。とりあえずこれで石の斧はできるんやけど、その上でさ、鉄鉱石があるってことはさ、左下あたりにあったけど、これね、アップデートしなあかんってことよな。木材あるし、鉄鉱石1個で作れるってことは、やっぱ、斧作らなあかんよな。ってことで、その、鉄鉱石のところにちょっと急行。と言いたいところやけどさ、ここにさ、木の実が2つあるけんさ、この1個消費して、ここ2個に変えとった方がいいんじゃないかなって俺見とって、さっきこっち。に、これで木の実が2個になる。この2個の木の実にしておくってことがもしかしたら肝かもしれんなってちょっと思っとるわけで。よっしゃ、じゃあこの時点でちょっと鉄鉱石取りに行くか。あ、そうじゃ。この3つさ、木が並んどるところでさ、絶対斧。木、石じゃなくてさ、普通のちゃんとした斧使うんだろうな。切り落とさな、3つ切り落とすんだったらやっぱ斧いるもんな。俺使うんじゃ、斧。そのために左下の鉄鉱石アップデートしなあかん感じやけん。オッケーオッケー。これで鉄鉱石確保。そしたらここでこれが作れるんじゃ。ノーマルの斧はできて、こう切る。えいじゃい。えいじゃい。やいじゃい、やいじゃい、やいじゃい。やいじゃい、やいじゃい、やいじゃい。木の株を下ろすのがめんどくさいので。よよぼって、よいしょい、よいしょい、よいしょい、たどり着いたんちゃうん。着きました。誰だお前は。お、君もゴールまで来られたんだね。おめでとう。なんか見たことあるお前。なんか過去作のセーブ画面、なんかセーブロードするところの画面におったような気がするお前。過去作あんまやったことないけど、よう知らんけどお前。あれ、君どこかで会ったっけ。俺、いろんな島をぶらついてるから、人の顔とか、なかなか覚えられなくってさ。うわ、これ、過去作の人へのアンチテーゼやな、お前。メタ発言的なところあるやな、お前。この島も初めてだけど、特別変な島だよね。言ってやるな、お前。タヌキチが頑張って作ったんよ、この迷路さ。
三日三晩かけて作ったんだな、もう。みんな感じで思っとんじゃんかな。それを変な島って言うたら、お前、感想文書くぞ、お前。見知らぬ猫が変な島だって言ってました、みたいな感じ。感想文書くぞ、お前、お前。君はどうして来たの？秘密。あはは、秘密なんだ。なんかそれもいいね。あはははは、ああ、秘密、ウケる。めっちゃウケてる。俺は知り合いのたぬきちさんに誘われて来たんだよ。もう元電話を一緒か、お前も。面白い島を作ったから、もし暇だったらおいでよってね。おい、超面白い島。たぬきちが超絶面白い島って言ったんだぞ、たぬきちが、お前。それ、たぬきちがさ、超絶めっちゃ面白い島って言って作ったんやけどさ、お前。それをさ、変な島って言ってやるな、お前。でもまさか迷路だとは思わなかったよ。あはは、びっくりするよね。君もここに来たってことは、たぬきちさんに誘われたからかな。バレてるわ。お前、こいつ推理力高いな。バレてやがるぜ、お前。秘密。あはは、これも秘密なんだね。あはは、ウケる。よーし、じゃあ君が何者なのか、俺が推理してみせようか。そうだな。たぬきちさんが最近力を入れてるらしい、あの島の人だったりして。ギク。確か、バックステップの神島だっけ？なぜその名前を知っている？お前。もしかして俺のマイクラフトの動画見たことあるな、お前。やるな。やっぱり、君ってなんか面白いね。ウケる！めっちゃウケてるやん、お前。君みたいな人のいるバックステップの神島ってきっと楽しいんだろうな。そういえばさ、君ってなんて名前なの？うんうん、へえ、刹那圭介さんか。いい名前だね。そうだろう、お前。ゲーム実況始めるにあたってさ、作ったって一生懸命考えた名前なんよ。じゃあ刹那圭介さん、ここで会ったのも何かの縁だし、めっちゃ噛むな。お近づきの印にこれあげるよ。何？へそのなんだそれ。おしゃべりに付き合ってくれてありがとう。おかげで楽しかったよ。それじゃあ機会があったらまた会おうね。バイバーイ。何くれたんだろうこれ。見知らぬ猫のカバン。カバン？あ、カバンなのに背負えんの？奥系のものなんじゃ。いやさ、背負う系のものだったらさ、ついさっきお母さんからもらったばっかなのにさ、いきなりカバンダブルとかちょっと、ひどないって感じやもん。ああ、なんか左にもベルの、引き換え券あるな。どうにかしたら効率よく、木の実使っていったら、多分岩3個壊す分の木の実、つまり木の実3個が残るんだろうな。けど俺2個しか余らんかったんよな。途中でちょっと薄々気づいとったけどさ、どうにかしてこの木の実3個残す方法があったんだろうな。例えば木の実使わんかったら、石はさ、木の実壊さ使わんかったらさ、1個使わんかったら壊せんのやけど、木に関しては木をひっころくんに関してはさ、ひっころくんじゃなくて切るっていう方法で除去できるけん、できるだけ木の実を石だけに対して使うように持っていければ3個残って左の石壊してもっとベル旅行券稼げたんだろうな。てかどうやっていくんやこれ。左側どうやっていくんや。その前に俺、そっちの方が俺気になるんやけど、お前どうやってそっちの左行けばいいんこれ。俺あ、こっちから回り込めるんやな。で、木の実を3個残した状態だったらここでってわけか。アホなんじゃ。まあちょっとそこはめんどくさいけやらんけど。皆さんも動物の森を買ってこの謎で挑戦してみてくださいね。
まあどうせこう攻略サイトとか見たらやり方の手順とか載っとると思うんで、めんどくさい筋とかそっち見ればすぐできるんですけどね。ああクリアできたよ。でもさ、完璧な回答ってわけではなかったらしいわ。あともう一個機能見残せとったら、さらにベル引換券が手に入ったっぽいわ。まあ一応クリアはしたけどさ。おめでとうございます。これは新木地さんに報告すねば。しかも何やら見慣れぬ見るとお持ちのようで。なるほどなるほど、たまたま黒島に遊びに来ていた別のお客様からの贈り物なんですね。ではその荷物は堂々エアラインズが責任を持ってご自宅まで配送いたします。さてこれにてメーデーツアーは終了です。お帰りの際はお声掛けください。ちなみにこの謎解きをもう一度それさっき聞いた、それさっき聞いた、別にいいわ、帰る。オッケー頼むわい。オッケー。墜落しないように、墜落しないように、しなかったよかった。おー、手荷物全くない状態とかいう状態でさ、飛行したらさ、なんかさ、墜落しないかなって、墜落したら終わりやなって思ってしまった時に墜落しないかなって思っとったんですけど、大丈夫かな、ほんまに俺としての命令が始まらんかなって。来た、これか、これベル引き換え、そんでこれが見知らぬ猫様、見知らぬ猫様って知っとくかお前。ベル引き換え券ですーってどこで引き換えればいいんこれ。それとこれが気になるよな、なんなんカバン、置物なんだよな。どれどれ、でかっ、これ背負って歩いたらさ、これ5列目できるんじゃないのってぐらいでかいんやけど。うんしょこしょ、うんしょこしょ、うしょこしょ、うしょこしょ、うしょこしょ、重いわ。要はあれ、逃走中で要はあるやつ。なんかこれ、なんかもう指定の位置まで運べば、ハンター放出阻止できる的なやつや、お前。だいたい、運ぼうとして頑張りよったら、ハンター来て、結局、ミッションクリアできずってなるやつ、お前。うんとこしょ、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 うんとこしょ。てかバッグ取って離れとるぞ、どうやって持ったんやそれ。